コーナー行きましょうかね。はい。はい、続いて、有吉のそれわかる。はい。誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉くんがわかるかわからないで判定していきます。最近わからないこと多いですけどね。ちょっと、本当にちょっとなんか、股間がむずっとするようなね、一枚、お待ちしております。本当はそういうことなんですね。そういうことです。はい、ラジオネーム起きてるし。片付けの達人、近藤麻理恵さんに、耳元で、どうですか?ときめいてますか?と言われながら、魔法のようにペンや歯ブラシを俺のアナルに収納してもらい、その代わりチンコの先から白濁した生ゴミを放出。それも近藤さんに手際よく片付けてもらい、申し訳ないなぁと恐縮しつつときめきたい。まあまあね、わからん、わかるわかるわかる、うんうん、わかるぜ、わかるぜ、うん、わかるぜ、ラジオネームプチョヘンザ。ヤフー知恵袋に、カトパンのパンティーはどこで買えますかと質問したところ、優しいネット住人から、ノンストップのいいものプレミアムでペナルティのヒデが紹介してましたよと回答が来たので、ノンストップを見続けること4ヶ月、一向にカトパンのパンティーを紹介しないので、またネットに騙されたかと悟り、いつものように目覚ましテレビでニュースを読むカトパンを見ながら、テンガを高速で動かしたい。ああ、わかるね。わかるのか。わかる、わかる。4ヶ月も気づかないんだ、じゃあ。ちょっとやっぱり、その、よっぽどの時は、はい、老人の膝サポーターのやつで、ちょっとレオタードっぽいやつ、はい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 、おばあさん着てるんだから、ピクッと反応するとかあるの、ね。あっ、まさかっていう。ああ、おばあさんね、膝サポーターか。膝サポーターかじゃないんだよ。まあまあいいですね。ラジオネームかっちゃん。牧陽子さんに、バリウム10杯飲んだ後、ゲップせず山手線の駅名すべて言えたら、あんたのチンコ噛んであげるわ。と言われ、張り切ってバリウムを飲む俺。新宿、代々木、原宿、渋谷と山手線を内回りの順番で叫ぶが、恵比寿と叫んだ瞬間、ついに我慢しきれずゲップをしてしまい、泣きながら悔しがっていたところ、マキさんに、よく頑張ったね、これはご褒美よと言われ、左脇腹にマキさんの強烈なローキックいただきたい。まあまあ、なんか牧陽子さんのあの感じが好きなんだな、リスナー多いね、牧陽子さんとかね。うん、俺それないんだよな、やっぱり。S 系が強そうな人にやっぱ S 系で来られると、俺もこっちも S が燃えちゃうからね。やっぱり。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。懐かしいよ、S。そうか、そうか。ちょっと M 系が強そうな人がグッと来るのが俺は好きだけどね。意外性みたいなことですか。まあまあ、彼らは、ちょっと牧陽子さんなんかが好きなんだろうね。まだまだですね。大人の階段登る途中だね。途中で。やっぱ膝サポーターのおばあちゃんのふっと反応しないと、やっぱり。相当な達人だと思いますけどね。そういう人は。ラジオネーム満腹ていなり。エロい水着ばかり着ている山本さやかちゃんの、さやかちゃんですよね、これね。山本さやかちゃんの次のグラビア撮影の衣装を、俺のチンコの皮とすり替えておく。何食わぬ顔をして俺のチンコの皮を寝袋感覚で着こなし。何話の女は全身包茎やで。という見出しで、ヤングマガジンの表紙を飾ってほしい。いやいや、これ、葛西智美の事件以上の問題になるだろ。葛西智美のおっぱいを子供が隠してるやつ以上の問題になるぞ、これは。回収騒動だぞ、チンコの皮をグラビアアイドルが着てるってどういうことなの。誰が OK したんだよ。まず誰が OK したんだよってなったらね。ラジオネーム起きてるし、俺は大富豪ドナルド・トランプになって、アメリカ大統領選挙の共和党候補者となり、ライバル民主党候補のヒラリー・クリントンに全米中継される討論会の場で罵詈雑言の限りを尽くす。俺に圧倒されて防戦一方のヒラリー。しかし討論終了後、握手を交わす際、ヒラリーは目を見開いて俺にこう囁いた。おい、このピ
ピーナッツチンコ野郎調子に乗ってっとな、その脂身に埋もれたホッケチンコ引きずり出して皮つんむいてな、尿道にミルク注いできっと溺れさせてからアナルに激辛チリソース塗ったトランプ突っ込むぞソースごまれ舞台袖で乳首をちぎれんばかりに詰められる。俺はピーナッツのようなチンコから尿を垂れ流し、ヒロリーギブアイ世界に向けて叫びたい。くぐってるなかなか S 心がわかるやつだな。なかなかやるじゃないか。ヒラリーにささやかれたや、こういう。エンジェルあげとこう。エンジェル来ました。パン。おい。言われたよ。おい。言われたヒラリーに。おいって言われたよ。ヒラリーに。ラジオネームボタヤマッコ。悪徳アダルサ、あ、ごめんなさい。悪徳アダルトサイトに電話をして、今月中に登録料50万払うんで、有料のエロ動画いっぱい見させてください。と自ら懇願し、いろんな動画を閲覧しておきながら、そのまま金を踏み倒すという、振り込むよ詐欺を発明した俺。そして自分が黒詐欺になったようなつもりで、鼻を高くしていたのもつかの間、何の関係もない、吉川美代子さんにバレ、こっぴどく叱られ、蹴飛ばされたい。唐突すぎてね。急に出てきましたね、うん。やっぱもっと吉川美代子さんへの情熱を見せてもらわないとね。やっぱり吉川美代子さんに言われたでしょ。おい。お前のボケチンコな。狂ってる。ラジオネーム。フラッシングエルボー。こんにちは。こんにちはって何で、いや、なんかラジオの人が。おい、オーケーやろうって言ってる時にちょうど人が通ったもんだから。何この放送みたいな。じゃあ取り繕おうと思って。こんにちは。無理だよ。だいぶ前から聞こえてんだから。近所の好青年を装ってみたんだけど、無理か。無理。覗いてました、ね、何をやってんの、何を言ってんのこのラジオみたいな顔で見る。山川もなんか知り合いだったら、あ、こんにちはみたいな。山川も顔がだいぶ赤くなってます。すいません、失礼いたしました、はい。ラジオネームフラッシングエルボー。志田未来ちゃんを背中にあんまり言うなって、こういうこと公共の場で。志田未来ちゃんを背中に乗せ全裸で血を這う俺、ニコニコ顔の未来ちゃん、ネクラな俺だが、なんとか楽しんでもらおうと恥を捨てピンクスパイダーを熱唱する。すると、いや、お兄さんあんなの真っ黒じゃんと言い立ち上がる未来ちゃん。あ、いや、あの、ちょっと待ってという俺に背を向け部屋を出ていく未来ちゃん。そのまま神木くんとの待ち合わせ場所に向かって行ってほしい。ただ面白いこと書きたいはダメよ。興奮してないだろお前だって。それわかんねえやつらだなお前は、本当に。俺をゾクゾクさせろよ。ラジオネームアマゾンカルテット。新垣結衣さんの家のこたつでしこっていると最高じゃねえかおい。めちゃめちゃ最高じゃねえかおい。入りは、入りが。新垣結衣さんの家のこたつでしこっているとすごく汗をかいてきたので、次はシャワーを浴びてスッキリする。そしてまたこたつでしこる。そしてシャワー。それを永遠に続けて痩せたい。バカかよ。バカじゃないの。でもめちゃめちゃ興奮するぜ。あげよう。ラジオネームラッパーザキバチョク。小島恵子と近藤春菜に近づいて俺のセフレにして、小島恵子と近藤春菜のおしっこをペットボトルの中で混ぜてヤフオコに小島春のおしっこと書いて売り出したところ、小林よしのりが2億円で購入。その2億円で俺は小島恵子と近藤春菜を連れて豪華客船で世界旅行したい。小島恵子と近藤春菜で小島春じゃねえんだよ。バカ野郎。バカ野郎かよ。あげとくよ。パン。一旦ブレイクです。